大阪の伊丹空港では旅行や帰省する人たちの姿が見られ空港内では北海道と沖縄に向かう人たちに無料で PCR などの検査が実施されています。 伊丹空港では北海道と沖縄に向かう人を対象に、無料で PCR や抗原検査を受けることができます。PCR 検査は時間がかかるため、当日出発の場合は利用できませんが、抗原検査は当日でも受けることができます。来月31日まで行われています。